たとえ孤独でも命ある限り戦えそれが仮面ライダーだろう <laughs> 主題歌で PV かの時にあの井上さん学徒さんと親しくなってとうあそういう、ね、お話があったんですけどそのあたりちょっと聞かせていただけますかえっとこれはネクストディケ a ドなんで「ジャーニー e y t h r o u g h っていう方の PV であの初めてお会いさせていただいたっていう感じなんですけれどもそうですね なんかこうすごい機材トラブルで街が多かったんですよ、うんはい、でずっとこうこう座ってて GACKT、ね、さんも座ってて話してたら格闘技とかの話になってそこでなんかこう、えー、何やってるんですか、はい、テコンドーやってるんだよみたいな話になって僕もやりたいですねみたいな話でテコンドー行かせていただいて。はい だから仮面ライダーを僕はやり終わってからま a c k さんと一緒にテコンドーをやらせていただいてちゃんと蹴りを学ぶっていう仮面ライダー中に蹴り学んでないんです、僕はその後ですね、やっぱりガクトさんとの映画の時の撮影はいかがでした楽しかったですね、すごい現場で流行りました、ガクトさんの真似がスタッフさんがもうみんな真似してました、たとえ孤独でも命ある限り戦い。 それが「仮面ライダー」だろ披露するのね本当にでまあまあすごい共演も嬉しかったですしその後も連絡も取らせていただいてつい先日も LINE でやり取りさせていただいたぐらい。 はい連絡が途絶えないですね。じゃあ、まあここがまあディケイドがエンドなって、うん、あ,あ、そうです本当にディケイドがエンになりましたね。共演ということで言うと、あのまあ平成ライダー最初の映画であるプロジェクト G4 で、はい、あのまあ東京国際映画祭にも来ていただきましたけど、えー、藤岡久喜さんと共演されてますよね。はい。そうですね。はい、まあめちゃめちゃ緊張しましたね。一 <laughs>、うん、日だけでしたけども撮影は映画で、警視総監というかはい総監という役で。 昭和から平成に僕は平成2代目にはなりますけども託されるみたいな感じのものはすごいいただいたのでそこで藤岡さんとはそのああ別の局の番組にはなりますけども全然バラエティの番組で深夜の生放送の番組で一緒にやっていたので仲良くはさせていただいていて。 どんな方なんですか?。いや、もう、あのまんまの方ですね。そうですご、ね、いですよ。本当に、うん、すごいですね。すですね、優しい方で、でも、本当に。もう、リアル仮面ライダーですよね。そうですね。僕、だから、一番、うん、藤岡さん。 とはまあ本当にあえて共演できた仮面ライダーとしても共演できたのは素晴らしく宝なんですけどもまあそれ以外ではあのまあ藤岡さんとあの宮内さんとあの僕で並んであのまあとといちょっとね下世話な話ですけどもトイレで一緒,一緒だったっていう3人並んだっていうのはちょっとねあの後ろの絵で誰か写真撮ってほしかったなっていうぐらいのどうういずっと残ってる絵なんですね <laughs> ういう絵です。本当に <laughs> まあでも、並びはすごいですよね。うん、その並びはね。確かにいや、すごい並びですね。はい、今思うと、すごかったですね。なるほど。うんうんうん、<laughs> 何の話になったんです。井上さんが取りづらい, <laughs>、はい。統一で、はい。じゃもう一度。はい。で、もう一度センター。はい。映画製作所に向かって、お願いいたします。